はい、では、えー、ロボットシステム学第9回ということで、えー、始めます。はい。で、えっ、ー、と、今日の内容はですね、ソフトウェアライセンスと、あと、クリエイティブコモンズですね。この2つについて話をしますが、えっ、ー、と、まあ、基本的に私、弁護士でも何でもないので、素人が喋ってると思ってください。これ、ビデオ公開するの相当勇気がいるんですけど、まあ、あの、 まあ、とりあえず、そうですね、まあ。ライセンスっていうのはこういうもんだとか、えー、クリエイティブコモンズとか、著作権図はこういうもんだっていう、ざっくりとした話をします。まあ、そうですね。皆さんがこれから勉強する上で、まあ、最低限押さえておくことを喋るということですねで。細かい具体例に当然ながら、あの合法、非合法という立場ではありません。で、えっ、ー、と、で、じゃあ、これ弁護士なら、スパッと物言えるかっついうと、どうなんですかね。あんまり、 判例が多くないですあの裁判にならないとは,のはっきりしないことも多いので非常にややこしくてで技術も分かってなきゃいけない法律も分かってなきゃいけないということでかなり、えー、専門の人は少ないと、まあ、そういう類のものですねと、えー、いうことです。はいまあ、逆に知っておけば、えー、いろんなところで強みになるということになります。でえーとまあ、この話何でまあするかっていうと 講義でもそうなんですけど、まあ、ギター部等に行動上げてますよね。でね今やだから誰でも自分の著作物をですね公開する機会というかしなきゃいけないような、えー、状況になってます。えーまあ、そうですね。でまあギター g i h u b のコードもそうだし、作文したものも私たまに講義で GitHub にあげてっていうことありますし、あとまあロボットやってればですね、もう100分は一見にしかずでですね、あのー、動画撮ってですね、アップすると結構見てくれるんで、そういうのも見てアップしてる人もいるかもしれません。でもまあゲーム実況やってる人が多いような気がしないでもないんですけど、まあ、とりあえずだからまあ,、えー、まあそのゲーム実況であってもですね、あのー、ちゃんと えー、自分の作品を、えー、インターネット上に公開しているということになります。えー、で、まあ、あとはそうですね、もう一つゲーム実況の他にありましたね、あと同人活動ですね、コミケとか同人誌、作、え、る、ー、の趣味の人もいると思います。えーまあまあ、とにかく、まあ、いっぱい公開していると、まあ、こんなわざわざ喋ることもないと思うんですけど、えー、機会が多いということになります。でこんな時に 気をつけなきゃいけないのはですね、インターネット上に公開すると、まあ、当然あの、もしかしたらトラブルがあるかもしれないっていうことで、でインターネット上って結構アバウトなようで、まあ、ちょっと間違えると容赦ない、えー、人生変わってしまうような状況も起こる怖い世界です。で、まあ、結局そうですね、著作権違反結構しがち、えー、なん、まあ、しがちしてるっていう。 じゃいいけけないと思うんですけどしてはいないと思うんですけど、諸発見違反をしそうになることは結構あります。えー、まあ例えばですね、プログラムを書いててどうしてもわからんと、答え、サイト見たらあったと、答えだったらそれをコピペすればいいわけですけど、まあ、本当はいけないですよね。あのちゃんと自分で解釈して自分の 行動を置き換えなきゃいけないんですけど、でも動くものをわざわざ変えるっていうのもどうだしどう、どうなのかなみたいな状況が多分あると思います。であとはまあ、私も YouTube よく見ますけど、このビデオも YouTube ですけど、えーと、巨大 IT 企業ですら怪しい動画を放置してますね。えー、あれ、どうなんですかね。何なんでしょうね、あれ。私もですね、よく YouTube の動画よく そのままツイートするんですけど、これ、著作権大丈夫かなって時が正直あります,あります、はいでまあ。で、まあ、誰でもまあそういうなんかグレーだなと思うことはあると思うんですけど、さらにそれでですね、なんか言われた時にですね、あの全然反省しないなくて逆に喧嘩になっちゃうとですね、あのネットの暇な人たちがいっぱい寄ってきてですね、あのー、みんなせぎぶりたいですから、あのー 攻撃されたりしてて大炎上するなんてこともありまます。あえず、まあそうですね、これについてもちょっとコメントしとかなきゃいけないですけど、まあ、とりあえずあの人間動けばですね、グレーなことだらけなんで、とりあえず自分がグレーなことしてるかもしれないということで、一言、えー、そうかもしれないねって言っとかないとですね、でこれ突っぱねちゃうとですね、結構喧嘩になっちゃったりしますね。であとは、 逆にあの自分たちもアップする立場ですから、行動や著作物を勝手に使われるなど、被害にも合うわけです。えー、そうですね、私もないことはないですね。ちょっと個別のことは言いませんけど、あれ、あらやだな。ああ、そう、ありますね。このグレーなんですけど、私がシルゲーの話しますよね。で あのその私のブログに書いたようなことをそのまんま引用だっつってるんですけど、まあ、コピペですねして別のサイトがなぜかそっちのほうばっかり見られるということに今実際に合ってます、はい品で。これは法律的には多分問題ないと思うんですけど、まあ、やられたほうは非常にブラウンス悪いということになります。 あとこれはまあ私も年に1回やりかけるんですけど皆さん結構平気でやってる人いると思うんですけどまあ私あんまりひどい人はブロックしてますけどあのパクツイですねこれを勝手にあのリツイートしたりとかあと最近あんまり問題になってないですけど昔バイラルサイトっていうのはすごい流行って今もう定着してしまったサイトもあるんですけどあの人の書いたもの好き勝手コピーしてきてですね引用引用だっつって 引用とそのコピペは違うんですけど、ほとんどコピペみたいにしてサイトを作って、人をいっぱい呼ぶと、ツイッターでガーッて拡散して人を呼ぶと、まあ、そういう手のサイト、いっぱいできました。えー、もうほとんど犯罪行為なんですけども、犯罪であってもですね、訴える人いないと生き残っちゃったりします,しますんで、あのー、そういうサイトが、えー、そうですね。 今残ってるサイト結構ありますけど、まあ、皆さんの中にも多分ですね、こういうサイトのニュースセンセーショナルですから、あのツイートで拡散しちゃったりとかしてる人は多分結構いると思います。まあ、被害加害者にもなっちゃうんですね。えー、ということで、かまあそういうのをですね、まあ、子供だと分かんないから無邪気にやっちゃうんですけど、あのー、でもまあ、いい大人ですんで、自分たちや他人の権利を守るためにですね、 えー、理解を、こういうのを言い悪いとか法律のこととかを理解しなきゃいかんなということになりますで、えーと。で、だんだん本題に入ってきますけど、今までの世間話で,で、ソフトウェアライセンスですね、まず。ソフトウェアライセンスの話をする上で、まずあのこ,れこのスライドを最初に持ってきました。リチャード・ストールマン、RMS って書いてありますけど、これ人の名前です。でねこの人 人からまあこういう話は始まったとまあ言ってもいいと思うんですね、あのー。この人何やったかっていうと、コードは公開されるべきっていう立場の人で,で、いろんなそこの整備をしてったんですね。そのライセンスの整備とか、まあえーまあ、ソフトウェアの公開や配布に関するルールに多大な影響を与えた人です。えーまあ、ソフトウェア公開っていうと、 NX の時にもありましたよね。NX は独占禁止法で AT&T が売れないということで、結構ただ同然の値段でその配られたで、その結果、何が起こったかっていうと、みんながあのコードを読めるからバグフィックスが起こったりとか、講、え、義、ーまあ、で使われてユーザーが増えたりとか、そういうい,いことがいっぱいあったんですね。 まあその流れを受けてというか、まあ、その流れと並行して、リチャード・ストールマンという人は、コードは公開するといいことがいっぱいあるから、それをやっていきましょうといった人です。でこの人、何か、どんな人かっていうと、ちょっと紹介しておくと、EMAX エディターですね、あと GCC は皆さんも使ったと思いますけど、まあ、使ってますね、デバイスドライバー書いたときにコンパイル GCC 使いましたね、あの作者です。 なんかまあすごい人ですね。で、1971年ごろから MIT のハッカーをやってましたと。で、ハッカーって何っていうのは、ちょっとここで置いときますけど、えっ、ー、と、で、この人結構、悪の強い人でさまざまな逸話があってですね、講義の時はですね、ここですごいいろんな話をしてですね、面白いんですけど、ちょっとビデオに残すのあれなんで、えっ、ー、と、そうですね、あの、そうですね、まあ、この人ですね、こんな人、こんな人です。はい。 今67歳ね。ね、えーまあ、この格好だけでちょっとあのただものではない雰囲気が漂ってますね。あとまあ言える範囲ですると、まあ、某雑誌の編集者の人に聞いたんですけど、あのー、日本にお呼びしましたと。会社に来てもらって話してもらうのにストルマンさんは何やったかっていうといきなりコンセントないわコンセントないかって騒ぎ始めて。 コンセント廊下にあって見つけたらノートパソコンの電源挿してその場でプログラミング始めたと。えー、廊下プログラマーですね。私もいろいろやりますけど、フロープログラマーとか路上プログラマーとか今までいろいろやってきましたけど、まあそういうタイプの人です。はい。で、えっ、ー、と、で、このハッカーっていう話もちゃんと押さえておかなきゃいけなくて、なんでライセンスの話なのにこんな話か思うかもしれないんですけど、あのー、まあ、 ハッカー的な考えがあのライセンスにあるので、まあ、そういう話をしいるんですけど、えーとまあ、聞いたことあると思います、ハッカーって言葉。で、まあ、なんかパソコン叩いて、なんかヒッヒッヒッって言ってるようなイメージだと思うんですけど、あの基本、ハッカーっていうのは悪いことをする人ではありません、えーとで。よくテレビでですね、ハッカーの犯行でどうのこうのとか言ってますけど、あの人の会社のサーバーに侵入してなんか盗み出すやつは、あのクラッカーって言って、ハッカーではありません。ハッカーとは呼ばれません。あの完全にあの あの専門じゃない人が間違った言葉の使い方してるんで、まあ、今日から皆さんそういうのはハッカーっていうのはやめましょうでハッカーって本当は何かっていうと,、えー、とハッカー多分ですねいろんな語源あるんですけど手斧のことハックとか言うんでしたかねあの要は手斧みたいなもんでガン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 犬小屋パッパッと作っちゃうような人のことがハッカーで、えーまあ、腕のあるプログラマーであるとすぐになんかバーッと作ってしまうと。 えー、そういうプログラマーのことを指します。で、あとは文化的にはですね、あのヒッピー的な考え方を継承しているとも言えます。ヒッピー、またこれ出てきましたけど、もう60年ぐらい、50年以上前の言葉なんで、多分皆さんの世代はちょっと知らないと思いますけど、ヒッピーっていうのはですね、まあ、60年代活躍っていうか、いっぱいいたですね、ひ、まあ、一言で言うとラブピースの人たちですね。で、例ってこれありますけど、あのえーまあ、写真。 ままあまあこういう人たちです、まあ。なんか見たことありますよね。なんか頭にこんなの巻いてですね、挑発で、でフォークだかな、ロックだかを全然やってると。であとはあのー、サイケデリックなやつですね。あのピースマーク。ピースマーク、これですね。えー、っと、これ。今日ホワイトボード使わないかなと思ったんだけど、使いますね。これですね。 これでなんかサイケデリックな模のをバーッて描いた服着たりしてる人を思い浮かべる人もいますけど、あとはそうですね、ビートルズ、オノヨーコ、ジョン・レノンがそんなような感じの格好をしてましたね。まあ、まあ、要はですね、これでこういうのを身につけて、えー、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、いけない薬を吸って、ラブピースってやってる人たちがまあヒッピーです。でえーと で、まあ、そうですね、キーワードをバーッと並べてみたんですけど、まあ、基本的にあのベトナム戦争を反戦した、あの反対派なんで、反戦そを持ってたりとか、あと、まあ、反体制ですね。まあ、あの、過去見れわ分かると思うんですけど、あの、スーツなんか着ないぞって、まあ、そんな感じですね。で、あとはフリーダム。まあ、フリーセックス、ちょっとあんまり言わないようにしますけど、あと、マリー・ファーナ LSD。LSD がもう欠かせないですね、話にしては。えー、まあ、こういうのを。 まあこういうので、まあそうですね、単に薬物ジャンキーじゃなくて、まあ、どこかこんな感じですね、なんか、なんでしょうね、そのなんか非日常な体験というか、まあ、東洋思想ともちょっとつながるんですけど、ちょっとこことここ東洋思想でつなげるとよくないんですけど、そのなんかこう、なんでしょうね、まあ、要は非日常感ですね、なんでしょう、まあ、なんて言えばいいかな。うん 今、あんまりそういうのに憧れる人も少ないんで、なかなか難しいんですけど、まあ、要は、反対性で、なんか新しいことしようと、えー、そういうような人たちであります。ビートルズもまあ昔は、今、なんか、ゆうこちゃんバンドみたいに見えますけど、まあ、その当時はですね、あのかなり、あれでも過激なバンドだったんじゃないかなと思います。まあまあ、それぐらいにしておきましょう。ゃあうまくしゃべれないですけど、あと、もうけんいやとか、まあ。 そうううな感じですねで、えっとまあ、もうちょい余談,もう余談も余談ですけど、日本にもですね、まあ、あってですね、えっと、暗い感じで引入されました、60年代ちょっと後ぐらいですけど、新宿駅の,あの地下の,あの西口の,あのロタリーの前の地下広場ですね、あそこら辺にです、ね、若者がたむろってですねみんなで死んだって、ぼーっとしてたって、まあ、そういう時期がありまして、空天族ですかね。 そういうよういいよな遊びをししてる人たたちもいました今その頃に出てきた歌手の人たちっていうのはまあそうち誰とは言いませんけど結構メジャーな人もこういうとこで死んだ遊びしてたような人たちがいますでまあいろいろ非合法の話してるんでちょっと言葉がもったりもったりあのちゃんと話してませんけどあのまあそういうような感じですねだからこれを 文化的には受け継いでるんですね、ハッカー。だから、まあ、基本的に反対性だと。スーツ組大嫌いと、えー。そういうような人たちがハッカーです。で、で今もハッカーって呼ばれる人はいろいろいるんですけど、まあ、昔のハッカーはまあこんな感じですね。こんな感じ。これもまあ、サイケデリックまで行かないんです。民族衣装って感じですけど、こんな感じの挑発でひげ伸ばしてって感じですけど、今は大体いいパーカー着てる人多いですね。パカー、パカー着てですね。あの、 ノートパソコンを叩いてると、路上でっていうのが、ハッカーの一般的なイメージであります。で、まあ、だからこういう感じの話を引きずってるんで、ハッカーっていう人は基本的にですね、なんか、技術を、まあそうですね、まあ儲けようっていうよりはですね、あのここ書いたように、技術を独占するよりも広く共有してみんなで大いに楽しみたいと。なんか面白いプログラムの技は 覚えたらまあすぐ Twitter に書いちゃったりとかあのもしかしたらこれ黙っておくとすごい儲けれそうなんだけどもうバーッてやってみんな使っていいよとか、まあ、そういうような感じですね、まあ、こういうような人たちがハッカーと呼ばれますだからストールマンはまあそのまあ先祖の一人ということですねだから基本的にこの人フリーダム。 フリーダム、フリーダムな人なんですね。あの公演で呼ばれて一言フリーダムっつって、その後座禅組んで何も喋んらなかったっていう話もたありましたけど、ストールマンそういう話も聞いたことありますけど、とにかくフリーダムであると、えー、いうことなんですが、えー、ただまあ何でもフリーダムだったらですね、別にさっき言ったようにですね、いろんな企業秘密をバーっとツイッターに書いて、あははって、企業秘密なんかない方がいいよ、ははでいいんですけど、あのー まあそういうですね、まあ、自分で考えたことをすぐばらしちゃうような人ってあの、人に利用されやすいんですね。スーツ組の人がすぐ利用しに行きます。こいつをこういうふうに利用すれば、俺も儲けられるだろうって、まあ、寄ってくるんで、あの自衛しないといけません。今日はまだ自衛の話ですね。まあ、例えばですね、えー、とこんな例があります。自分で書いたコードをもうみんな使って、俺著作権放棄するよって言ってたら、著作権の放棄っていうことは、 えともう俺のもんじゃないということなんで、誰かが拾って自分のもんだ、お前ら使うなって言ったらですね、これもいけないんですけど、オリジナルはいろいろあるんですけど、でもやっぱり止めにくくなりますよね。だってもう自分で放棄しちゃってますからね。だから、誰かが拾って自分のもんだ、お前らが使うなって言ったら、怒れないということになります。だから、基本的にこういうものは放棄しちゃいけないと。いかにハッカーであってもということですね。 みんなには使ってくれ。でも、放棄はしない。まあ、こういうのがまあ一つ大事になってくるわけですね。これはあのソフトウェアライセンスの話の基本的な話ですけど、まあ、そういう話が出てきます。であとは、これ学生に多いんですけど、お金にならなかったけど楽しかったからいいですっていう、まあ、首相な言葉ですね。まあ、こういうことを言う学生はですね、まあ、利用されます、大人に。えー、っと、で、 まあそうですね例えば、ハッカソンも、これ別にあの全部が全部そうじゃないですよ、ハッカソン参加して、みんなでコード書いて発表するような回ですけど、よくよくそのハッカソンの参加の条件見てみたら、著作権を放棄することとか書いてあったりとか、しれっと書いてあったりとかします、まあ、作手ですね、コードは俺のもの、学生書いたお前ら知らん、そういう感じですね、そういうのがあったりとか、インターンで安く買いたたかれたりとか。 えーまあ、あとはマスコミですね。あのテレビ局来ると、ですねみんな喜んでばば、まあ、しゃべってるんですけど、それでもうん、飯の種ですよね、テレビ局の。だから別にお金請求していいんですよ。で、嫌だって言われたら、もういいですとか言えばいいんですけど、まあ、あ,のあれですね、損得感情ですね。損、まあ、得感情の上でちゃんとあの取材に応じるのはいいですけど、単にテレビ局が来たからっていう喜んで,です、ね、出るのは、もしかしたらいけないかもしれない。 で、まあ、あとはこれですね、これ、こいつら、こいつら、こいつら <laughs>、まあ。私もそうですけど、やっぱり学生さんにはですね、研究してもらいたいわけですね。授業料いただいて、その上に研究してもらいたいってどんな身分なんだと思うんですけど、まあそうですね、まあ、大学って何のためにあるんだろうって、まあ、そういう話にもなるんで、まあ、ここでやるにはちょっと深すぎるんですけど、まあ、教員の方はですね、いろんな皆さんに良くなってほしいと思って、指導の代わりに研究してもらう。 こんな感じでやってますんで、まああの違うっていう先生もいるかもしれないんですけどそうやってあのー、学生さんを鍛えて、まあ、その成果として研究があると。っ、えー、考えてる教員は多分まあ、と思うで、まあ、まあ基本的にでもそうしないと大学成り立っていかない面もあるんでいいと思うんですけどまああのー、そうですね学生駒扱いとか。 えー、する先生まあ私ももしかしたらあの自分で気づいてないけどそうなっちゃってる可能性もないにしもないんですけど、えー、まあ、見ないことはないのでまあ、皆さんどう自衛しますかっていう話ですねでこれはあの皆さんがあの利用されるだけじゃなくてですねあの利用しない人も絶滅しちゃうんですねこのことだから悪い人悪にしか残んないんですよねガードの緩い人間をがいっぱいいるとそれを使う人間が 生き残ってが使わないい人間が絶滅するという非常に悲しいことになるんでだから皆さん自由奔放はいいんですけどしっかりあの自分のことは守んなきゃいけないということですね、まあ、社会を歪む原因にもなってしまうよということですねはいでえっ、ー、とで,で今話したように自由奔放でありたいでも権利は守りたいっていう話があるんですね で、ストールマンの話を最初にしたのは、これは、だからこれをですね、ストールマンはすごい一生懸命やったんですね。で、これストールマンが考えたんじゃないんですけど、あの、コピーレフトという言葉があります。えっ、ー、と、コピー、対義語はコピーライトですね。だから、まあ、例えば、そうですね。私のブログ。えっ、ー、と、なんか重てえな。えっ、ー、と、 まあここに C ってありますね。2018。これダメだ。2020になってないといけないですここ C ってありますね。これコピーライトですね。で、えー、まあ、つまり、えっ、ー、と、これを書いてあると、このページの権利は上田にあると。唯一上田にあると、まあ、宣言しているわけですね。で、これのことをコピーライトと言います。で、こう C って書いて、丸書いて、まあ、これはカッコ C ですけど、まあ、これでもいいんですけど、えっ、ー、と、まあ、コピーライト。 オールライトリザーブドとかまあこんなふうに書くわけで,す、ね、でコピーレフトっていうのはこれだからこのをーンをですね。ね無理やりパタッとやったのはこれはコピーレフトです。繰り返しちゃった。 えーとでえー、とつまり、これはコピーライトの逆を行くわけで,で、著作物は利用、再配布、改変できなければならないという、まあ、こういう主張ですね。ストルマンと仲いい人が言い始めて、ストルマンが、おお、それはいいっつって、バーっと、えー、やったわけですね。で、まあ、これ結局スマーチ、すまわちヒッピーハッカー流のフリーダムであるべきということですよね。人が作ったものは、まあ、みんなで あの利用してもっといいものにしよう。まあそういう考えですよね。で、コピーレフト。うん、また面白くて、オール・ライト・リバースドって書いてあるんですね。<laughs> コピーレフト、オール・ライト・リバースド。だからこれをリザーブドじゃなくて、権利をがっちり守るんじゃなくて、ひっくり返すんだと。リバ、えースドと。こういうようなものです。はい。で、でコピーレフトっていう言葉はですね、これただ、あのー、さっき言ったように著作権放棄ではないんですね。 まあ大事ですでも作った人は、その権利は放棄しないよということですね。で、放棄するとさっきみたいに拾われた、拾われて俺のもんだって言われたときに何もできんということになります。ということで、なコピーレフトって UI やすしで実践するのは難しくて、これ一見矛盾するんですね。で、これどうやって矛盾することを実現するかということをちゃんと考えなきゃいけないということになります。なこれをの仕事をしたのがストールマンということになります。 でストルマン作ったものに、こういうものがあります。GNU General Public License ですね。GPL というものがあります。でこれがあの、まあ、マークですね。Free as in freedom って書いてありますね。Free s o f t w ということで GPL。こんなマークもついてたりします。この絵はあの、この絵はパブリックドメインで使っていいことになっています。勝手に。えーまあ、そういうものね。で、えっ、ー、とですねで。これはですね、あのコピーレフトの 考え方をライセンス化したものですライセンス出てきましたね。ライセンス化したもの。で、えーと、基本的にライセンスっていうものはソフトウェア作った人が自由にはあのこういう風にしてくださいって言っていいものなんですけど、そのひな型ですね。GPL のひなに基づいてライセンス発行しますって、まあ、そういう言い方をするんですけど、そのひな型をちゃんと法律的にクリアになるようにストルマンが考えたとえいうことです。 で、えっ、ー、と、で、こういう GPL とかこういう文章の管理は、FSS という、SF、こ <laughs> れ FSF ですね。ストールマンの立ち上げたフリーソフトウェアファンデーションというものが、まあ、管理しております。はい。で、えっ、ー、と、今言いましたけど、ライセンスって何っていう話で、でスライドがなかったんで、まあ、ここで話をしとくと、プログラムの作成者が、えっ、ー、と、利用者に使用させる際につける条件です。はい。 だから、この条件で使っていいよって発行するものがライセンスです。だから、著作権とはちょっとニュアンスっていうか全然別物です。よく混同されるんですけど、これちょっと頭に置いといてください。FSS の、FSF のサイト、まあ、こういうサイトなんですけど、あの、結構ですね、過激だったり硬い感じで書いてあるんで、これ読むといいですね。なんでしょうね、これ <laughs> なんか。 なんかもういろんなこと非難してたりとかですね、こうあるべきですとか言って、えー、書いてあるんで、まあちょっと一,一目見ると面白いと思います。はい。で、えっ、ー、と、で、GPL 中身見ていきましょうということで、で、これ基本的なルールは、あのー、まあ、当たり前ですけど、これライセンスの本文が基本的なルールです。当たり前ですね。これ以下でもこれ以上でもないんですけど、ありますかね、中身。 これですね。あの、もしかしたらこのファイル見たことある人いると思うんですけど、ちょっと拡大しましょうか。えー、っと、はい、はい、いはい。こんな感じ。GNU General Public License。今、バージョン3ですね。2007年ということで、すごいたくさん書いてあります。で、えー、っと、一度は読んでほしいなと思うと言いつつ、私もどうでしたかね。 う長い人生の中で短編的には読んでますけど <laughs>、どうでしょう全部読んだかって言われてちょっとあんまりなんですけど、えっと、要点だけ言っとくとですね、あの、こう見と重要ですね。えっと、まず DPL で反布されたプログラム、コードやバイナリ、まあ、バイナリーのことを考えると理解しやすいですね。バイナリ、プログラム。え、について、ユーザーは、えっと、さっきのコピーレフトで出てきたこと、実行、実行は出てきてないか。 まあ動かす権利がある。再配布、また他人に渡していい。改変、変えていい。調査できる。この調査できるっていうのはミソですね。この権利を保持します。はい。もうちょい後から紙砕いて説明します。ただし、再反布の際は、再度 GPL で反布する義務を負います。はい、GPL でもらったものを公開するときは、GPL で公開してくださいと。こういうことが書いてあります。 これがコードをちょっとでも GPL のものからコピーしただけでも GPL になります。これをちょっと後から話します。で、あとは、えっ、ー、と、だからこの次、この調査できる権利の話ですけど、バイナリのユーザーが要求した場合にコード公開義務があります。これは、えっ、ー、と、ライセンス出した方ですね。えっ、ー、と、GPL でこのコードを使ってください。あ、このプログラムを使ってくださいと、絵に描いた方がいいですね。 今日ホワイトボードあってよかった。<laughs> えっと。ええー、まあだから、プログラム書いた人ですね。この人がライセンスを渡します。GPL です。でこ、こっちが使ってる人です。使ってる。えー、で、この人は、バイナリーながら、例えば GCC でコンパイルしたやつですね。プログラムを使ってて、使ったら、この人はここ、こ、こっちの人にコードを見せろと言えると。 こう言えると。面白いですよね。使わせた方が義務、こるって、まあ、こういうもんです。えっ、ー、と、こういうものがあるんですね。で、この3つのこれがですね、非常に巧妙に機能します。はい。えー、で、ここ、まあ、ごちゃごちゃ書いてありますけど、で、ちょっとでも GPL に触れると、その、まあ、ちょっと後にしましょう。この3つがちょっと、あの、あの、面白い効果を生むんですね。 で、これどういう効果があるかっていうと、まず一つ、一つの、えっ、ー、と、人のコードを持ってきた人、まあ企業でも団体でも個人でもいいんですけど、えー、が、改変部分を隠してコピーを売ることを抑制するという効果があります。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、そうですね、うん。よかった。ホワイトボードあって、本当とよかったですね。えっ、ー、と、まあ、最初のオリジナルの作者が誰かに GPL で コード見せなきゃいけないから、バイナリー渡したらコードも渡したことになるんですけど、コードを渡しましたと。で、この人が会社でもいいですけど、コード A にしましょう。コード A をちょっといじって、コード B にしましたと。はい。で、コード B にしたから、この人の持ち物だから、この人は、えっと、まあ、そうですね。このコード B を売りたいと。 売りたい、人に渡したいってあったときに、えっとですね、これ GPL ですよね。こいつも、どれだけこうコード A から直しても、これがちょっとでも残ってたら、こいつも GPL になるんですね。ということで、これを売ろうが、第三者に渡そうが、ちょっと切れましたけど。 まあ、いろんな人に配ったら、この人たちは、えー、とこっちの人にコードを見せろと、見せろと、これがし主張できるわけですね。ということは、えーと、隠して売れないんですね。えー、こういう効果があります。 はいえー、だから、えー、とだからこれ隠して、例えばこの人がコード隠してバイナリー売っちゃったら、ただ乗りしてますよね、この人たちのえー、なので、それを許さないと、こういう、えー、効果があります。で、2点目、えーとね、ソフトウェアの特性を損なわない。まあ、基本的にソフトウェアって、1回書いたらいくらでもコピーしていろんな機械に入れれるっていうのがソフトウェアですよね。ちょっと UNIX の時にも話したと思うんですけど、それをですね、あの まあ適切な例だと思うんで言うと、マイクロソフトの Windows みたいにですね、コードを隠してですね、売ってたら、のその機能が損なわれてますよね。GPL でえーとコードを書いて配ると、みんなコード見れるから、の Unix であったような、ああいう効果が得られるということになるということですね。はい。ここら辺がストールマン、多分一番こだわったんですかね。まあ、みんなこだわってると思うんですけど、みんなが使えるということですね。 あとは、えっ、ー、と、著作権は、これちょっと回りくどい書き方されてますけど、著作権が放棄されてないですね。これ、ライセンスに、あの、別物です。著作権と。全然違います。だから、このコードを書いた人は、が、これ著作権を持ってるわけですね。GPL で配っても、コードのい、誰が書いたかっていう権利は、まあ、これ A さんにしましょう。A さんは持っているということですね。 で、こ、このコード B は、まあ、A さんの書いた部分と、まあ、これ B さんだとしたら B さん。二つ権利、著作権持ってるわけですよね。著作権は残っていくということになります。だから誰かが拾って俺のもんだっつっても、いや、それは著作権違反ですよって言えることになるということですね。だからこれが非常に巧妙ですよね。ストルマンの考えたことです。巧妙です。えー、ただ、まあ、あのー、このですね、 受け継いだらみんな GPL ってなるのは結構怖い話でもあるんで、これちょっと後から説明します。で、えっと、で、GPL の適用されているソフトウェアで一番有名なの多分 Linux ですね。Linux は GPL です。えっと、ちゃんと出しとくんだった。えっと、あった。ですね。 えっと、トーバルズ、Linux。えー、そうですね。で、ちょっとライセンスぐちゃぐちゃしてるんですけど、えっ、ー、とですね。どっかに書いてないかな。書いてないですね。えっ、ー、とですね。ちょっとコードを見ればいいですね。srcfs とか見ますか。ファイルシステム。えっ、ー、と、一番、これあの、Linux のコードです。ext4 出てきましたよね。えっ、ー、と。 ちょっと拡大しましょう。ACL。何のファイルそうですね ?GPL2.0 って書いてありますよね。だから、コードにちゃんと GPL2.0 と書いてあるということで、GPL2.0 だということが分かります。で,で、付属するコマンドとかソフトウェア <laughs>。 まあ Linux はカーネルとあと付属のソフトウェアで成り立ってますけど、まあほとんど GPL です。えまあグレップとかも GPL ですね。グレップはそうですね。ありゃ。えっと、マンを見ると書いてあるんですけど、ヘルプでもいいか。マンのヘルプじゃないね。えっと、グレップ。ヘルプ。えっと、 そうです。書いてないか。マンジーグレップ GPL。書いてない。書いてない。書いてないよ。書いてないよ。じゃあ、多くにしましょう。多くバージョン。えー、っと、そうですね。ありましたね。グニューズイテネラルパブリックライセンスと、えー、書いてありますんで、まあ、多く GPL ですね。っていうふうに。 まあ、ほとんど GPL だと思っていいと思います。で、えっ、ー、と、で、なんで GPL、ここら辺のコマンドなんで GPL かっていうと、これあの、あれなんですよね。あの、さっきから GNU、GNU って出てきましたけど、GNU。これ何かっていうとあの、フリーソフトウェアファンデーションの開発してる OS の名前です。えっ、ー、と、で、当然 GPL ですよね。ストールマンのとこですから。 でそんと、それに付属するコマンドとして使われたのが、今 Linux で使われてるコマンドです。あの、主要なコマンドは GNU c o ユ Utils って言いますけど、っていうことなんで、まあ、GREP が GNU とか GPL っていうのはまあ当たり前なんですね。これ結構あの F、FSS、FSF は結構怒こ,起こてこ まあ怒ってますね。って言って、Linux をちゃんと GNULinux と呼べと、えー、主張してますし、あのそういう表記を見かけることもあります。だからこう、Linux のことをこう呼んでる人たちは、あのそういう考えで書いてるということですね。微妙な書き方の違いなんですけど、あのちょっとそこに思想が見えたりします。はい、であと、デバイスドライバーも GPL ですね。で、Linux のコードの大半はデバイスドライバーである。 今書いてありますけどほとんど GPL のコードですということですね。で、まあ、こうなるとですね、みんなあのまとめて CD に焼いて配りやすいですよね。GPL、これ全部 GPL ですよ配布しやすいという、まあ、関があります。で、特にですね、あのコードが見えるっていうのはすごく大事で、まあ、デバッグしやすいわけですよね。で、特にデバイスドライバーって、あの、カネルの一部として動くってしゃべりましたよね。なので、 あのデバイスドライバーのコード見えないとですね、これカーネル動かしてるときに何かエラーが出たときにですねあの、デバイスドライバーが原因かもしれないですねで。大半がデバイスドライバーですから、十分そのあの可能性はあるわけで、そのコードが見えないと、デバッグそこで飛んしちゃうわけですね。だから、デバイスドライバーは GPL でなきゃいけないものと、まあ、Linux ではされてます。な、まあ、なきゃいけないけっ,っても いろいろやり方あるんですけど、GPL と他の別のライセンスとか、そういうのがあるんですけど、ただ、と多分皆さんも経験したと思うんですけど、マクロにこのデバイスドライバー GPL って宣言しないと警告が出てくると、そういう仕組みになっています。で、今言ったように GPL でないデバイスドライバーはカネルのデバッグ時の厄介者なんですけど、代表的なものがあって、の 某大手のグラフィックカードメーカーのグラボのデバイスドライバーは GPL ではありません。後から入れたことあると思うんですけど、絶対に Linux の CD と一緒に入ってたりはしないわけです。はい。で、えっ、ー、と、l i n u さんものすごい怒ってて、今怒ってるかどうかわかんないんですけど、YouTube に Linus さん中指とかで検索をかけると、あの某社に対して中指かけ立てたビデオがいっぱい出てきます。 で毎年それ見,見て、教室で見て笑ってるんですけど、今年は見れないんで残念だなと。あの、スラックに URL つけておきますね。はい。私あれ見るの大好きなんですけど。<laughs> えっと、まあ、次いきます。で、えっ、ー、と、で、なので、で、次ちょっと考えなきゃいけないことがあって、ライセンサーはもう本当考えることいっぱいあるんですね。だから、こ、この話です。例えば、コード A、GPL です。全部 GPL です。 これ持ってきました、一部変えましたと。でこれ変えたところは自分の権利ですよね。で別のライセンスで配りたいなってまあ思わないことはないですよね。えー、とことでそれできるかどうかってう話なんですけど、まあ、基本的にできないと考えたほうがいいですね。で、あのー、ライセンス間に矛盾があるとできません。例えば えとだから、コード A の部分は公開して、その変えたところは公開しないっていうライセンスを、例えば B さんが使用者に発行すると、これどうなるかっていうと、あのでこっちは GPL なので、コードを見せろって言われて、そのコード変えた部分を隠すっていう、そのライセンスが無効になっちゃうんですね、要は矛盾するわけですね。そのライセンスっていうのは、そういう矛盾で、その使用者を縛る性質があります。 はい、なので、えーまあ、基本的に今言った例はできないということです。で、あとは、まあ、そもそも GPL の場合は、これちょっといじったら、もう全部 GPL ですっていうライセンスで、B さんをもらってるんで、まあ、そもそも不可能ということになります。はい。で、あとは逆のパターンですね。これ、GPL じゃないものをもらってきて、B さんが GPL ですって配ると、こういうパターンですね。 このパターンも、例えばここでコードを隠せよって言われてたらアウトですよね。矛盾が起きてますね。でもたまにあの矛盾起きないものがあります。これ GPL じゃなくてもコードを公開して、これこれこう,こういうルールですって、ライセンスされたものが GPL と矛盾しないことがあるんですね。そしたら、あとからその例出しますけど、あのそしたらこれ GPL で配っていいということになります。 まあ、例を出すというか、そういうできるライセンスの話をしますけど、と、あのー、いうことになります。だから、えーとまあ、でそういうですね、GPL と矛盾しない、えー、ライセンスのことをですね、GPL 互換と言ったりします。はい。で、もう一つ確認、混在の際、混在っていう意味でちょっともう一つ知っておかなきゃいけないのは、GPL 汚染という言葉があります。でこれは 聞く人によっては、まあ、単なる悪口で、基本的にこれ使う人は反 GPL の立場からの葉ですねあの。で、これどういうことかっていうと、例えば企業とかで、えーとまあ、隠して売りたいプログラムに知らん間に GPL のコードがちょっと混ざってしまったと、あのー。そうするとどうなるかっていうと、一行でも混ざって、これ明らかにここから持ってきたらって分かると、そのコードは全部 GPL になります。 はい、で昔その例がありました。たぶん、確かルーターの例だったと思いますけど、えー、とルーターの専用のプログラムに DPL のコードが混ざっちゃって、メーカーはコードを公開しなきゃいけなくなったと。そういうことがありました。ちょっと、そうですね、ありましたね。と、えー、いうことであの、まあ、企業からするとちょっと怖いなと思うことはあります。で個人だとまあ気をつけてたら、 そんなこと起こんないと思うんですけど、あの怖いのは、私も経験しますけど、怖いのはこの立場になったときですね。だから、えーと、自分はどれだけ高潔ででもその、自分のところの社員とかまあ学生がですね、GPL のコードをコピペしちゃったらですね、それもアウトなわけですね。だから、非常に恐ろしいですねだ管理。管理職が管理しなきゃいけないっていのまあそういうことですよね。そこら辺が適当だと、どんなに。 崇行な精神を持った人でも管理がずさんつって怒られるということになります。皆さんもそのうち親方になるんであの、気をつけてくださいねあの。若い人には優しく接しなきゃいけないけど、こういうの、まあ、ねまあ、普通、自動で検出するツールを作るのが一番いいと思うんですけどあの、まあ、なかなかそれも難しいんで、しっかりこういうことは教育しなきゃいけないということになります。 えー、大変ですね、えー。ってな話ですね。で、まあ、だからこれは企業からしてみたら、こういうの混ざっちゃうのは、まあ、汚染、コンタミンですね。コンタミネーションなんで GPL 汚染っていうまあ言葉があります。はい、で、えーと、あとは GPL の補足みたいなもんですけど、あのー、LGPL というのもあります。GNU レッサージェネラルパブリックライセンスですね。列、劣る。 って書いて、列って書いて、日本語だと書きますけど、列 g p l ですね。こういうライセンスで。これはですね、何かというと、GPL でないプログラムにリンクして良いライセンスって書いてあります。えっと、これは結局どういうことかっていうと、例えば自分で C 言語でプログラムを書きますよね。たら多分一番上に stdio.h って書きますよね。 あれ、だから GCC のライブラリーですけど、あれもし GPL だったら GPL になってしまうんですね。自分で書いたコードが全部。恐ろしいですね。えなので、さすがにそれはやりすぎだろうっていう話なんで、えー、GNU の C のライブラリーは、えー、LGPL です。そういうことがないように、このライブラリー使ってコンパイルしてできたバイナリーは別に GPL ではなくてもいいですよっていうのが LGPL です。 オープンオフィスの製品。これ、あ、ちょっと情報古いな。リブレオフィスですかね。えー、とか、まあ、いろいろ LGPL のライブラリアンがあります。ちょっとここら辺はちょっとごめんなさい。ちょっと情報古いです。オープンオフィスはそうじゃないかもしれないですね。分あのリブレオフィスは多分 LGPL ですかね。ちょっとあんまり定かじゃないですけど。えー、まあ、よかったらちょっと探してみてください。えー、LGPL のプログラム。ね。そういうのもあります。はい。で、 まあ逆に言えば、だから LGPL じゃないライブラリ使ったら、みんなあのコードバイナリー、コンパイルしたバイナリー、みんな GPL ですから、皆さん気をつけてください。で、リンクって、さっきちょろっと出てきましたけどあの、ダイナミックリンクとスタティックリンクって2種類あるんですね。知ってる人ほとんどいないと思うんですけど、学生さんだと。あので、どっちも GPL です。っていうことは知らなくても自動的に GPL になるということですね。恐ろしいですね。はい。 えっとでそうですね。で、多分このタイミングで説明しておくといいんですけど、あの Unix の一つに FreeBSD っていうのがあります。でこれはまあ Linux のライバルなんですけど、で、活発に今も開発があるんですけど、FreeBSD はですね、だから GPL じゃないものだけで作ろうってう、まあ、そういうのでずっとやってます。でこ この間で GCC でやってたんですけど、最後の最後に GCC も GPL じゃない別のコンパイラーというかにあの置き換わってですね、脱 GPL を果たしております。あとで BSD ライセンス出てきますけど、それはそっちの立場のライセンスですね。 はい。で、えっ、ー、と、で、まあ、皆さん GPL でコードを配りたいときどうするかっていう話なんですけど、あの正確な情報はこの文章からっていうことで、えっ、ー、と、そうですね、どこにあるこれが、これじゃないこれニューオペレーティングシステム。さっき出てきましたね。えっ、ー、と、どれ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 。BSD ライセンスもい <laughs> も。もう、いろいろありますね。じゃこれちょっと、こっち、新しいタブで。 こうですね、あなた自身のソフトウェアに輸入ライセンスを、まあ、GPL だと思っていいと思うんですけど、えっ、ー、と、輸入一般公衆ライセンスですね、まあ、こ3つありますね、えっ、ー、と、これを適用する方法ということで、まあ、基本的にここに書いてあることが正しいです。 だから私が喋っちゃいけないですね、うかつに。ただ、要約すると,、えー、と、ソフトウェアにコピーイングとかライセンスというのはファイルの名前でライセンス全部を同梱します。GPL の場合、コピーイングが一般的です。えっ、ー、と、で、これ課題、デバイスドライバーのリポジトリ、GPL 適用して出せって言ってます、出すんですけど、 あの大体みんなですね、コピーングって何だってなって、ライセンスって出しちゃうんですけど、えー、GPL ですからコピーングが望ましいです。まあ、あの別にどっちでもいいんですけどあの、見てる方がですね、パッと見て、ああ、これ GPL だなって分かるんで、た、まあ、多分その方がいいですね。あと、なんかいろいろ理由はあると思います。えー、Linux のコードにもありますかね。えー、っと、とっ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 と。 ファイル、ファイル、ファイル、これ。拡大するとファイルが消えちゃう。ね。これありますね。コピーイングありますね。ただ、このコピーイングはちょっと、リラックスの場合はややこしいんで、ちょっとあの実は違うものが書いてあるんですけど、これを置きます。e m a x とかですね。Emacs は、こうやってコピーングっていうファイルがあって、開くと、ちゃんと GPL バージョン3の。 こういうい条文が載ってます、はい、でこれはですね、もうそっくりそのままこれです。これ以外のものないですの。コピーライトもですね FSF ですあの。この条文を書いたのが FSF なんで、コピーライト FSF ですね、えー。ということで、これ一時区変えずに、えー、と自分のリポジトリのトップにポンと置くというのがまさ法ですで、えーと。で、あと各ソースファイルの頭にもいろいろ書くのが望ましくて、こういうのはやっぱりあ,のあれですね。 参考になるものがいくらでもありますね。えっ、ー、と、さっきも見ましたけど、これ Linux のコードですけど、えー、また、バター f s とか、見れますか。えっ、ー、と、こう、なんかファイルポ,ッポチってやると、えっ、ー、と、こう、フェッターに書いてありますよね。えー、GPL2.0 です。コピーライト、2011年、なんだろう、スター、ストラート、ストラトさん、オールライツ・リザーブドと書いてある。 コピーレフトですけど、ここはオールライトリザーブです。じゃ著作権はもう漢字がらめで守られてますよということですね。で、配布方法は GPL2.0 ですということです。はい。まあこんな風に書いておきます。はい。えな、ー、んか、各ソースファイルの頭にも、ヘッダーファイルにもですけど、えー、コピーライトと GPL である旨を書きますということですね。これで適用できます。逆に書いてないと、 なんかつつかれるかもしれない。ただまあ、リポジトリのトップにコピーングがあったらまあ、GPL だと思った方がいいです。使う方はそうですね。ただあの、自分で置く方、作者の方はちゃんとこういうとこしっかりするのが望ましいです。はい。で、えっ、ー、と、GPL はいろいろ使うとき考えなきゃいけなくて、ちょっと考えてみましょうということで、こうスライドがありますけど、えっ、ー、と、例えばですね、ロボカップで使ったコードを GPL で配布するとどうなりますかとか。 例えばロボカップでめちゃくちゃ強い、いいコード書いて、それ GPL ですばーって配ったら楽しいですよね。みんなそれ使ったらですね、全部のチームコード公開しなきゃいけないですね。で、私がロボカップやってた時は GPL でコード公開してください、望ましいですって書いてあったんで、私よく意味分かってなかったですけど、まあ一応公開はしてましたね。はい。よく分かんなかったんですけど、その時ライセンス。はい。で、えっ、ー、と、で、 次まあ、あとはこっちはちょっとちゃんと考えなきゃいけなくて、企業で共同研究してましたと、自分で作ったコードをまず外に出すっていうこと自体よくないと思うんですけど、外で出していいよって言われたから GPL で出しちゃいましたとか言ったら、これは大変ですね。あの企業で使うそのコードを使っちゃう、使っちゃうだけなんですね。使ってまたなんか製品を配ったり売ったりすると、コード公開の義務が出てきちゃうということですね。 であとはロスやオープン c v の何かと一緒に配布できるって書いてありますけど、ええー、とですね、これちょっとまあ説明してないですけど、ロスとかオープン c v のライセンスってこの後説明する BSD ライセンスですね。なので、これ実はできるんですよ。あ互換性のライセンスをこの2つ持ってます。ZIP。えー、BSD ライセンス。あとで説明します。ただ、えー、と配ったらそいつは GPL ですね。えー、ですあと、RailGPL だったら、まあ、これはさっき、 こいつ、ロス本体は、まあいいや。これはまあいいや。これはさっき話したやつですね。ライブラリーの話です。えーまあ、GCC のライブラリーはそこまで自費がないわけではないということですね。はい。ということで次、BSD ライセンス。ここからはまた全然違うライセンスの話をします。えっ、ー、と BS、BSD、えー、と Unix のところでちょこっと出てきたと思いますけど、バークレイソフトウェアディストリビューションということで、UC バークレイですね。 えー、私も散歩したことありますけどあの、周りは治安悪いですね。薬やんなとか看板に書いてありますけど、あのそこら辺で開発されたあの、大学自体は素晴らしい大学です。非常に名門大学ですけど、そこで開発されたユニックスの一種ですね。1977年、私と同学年ですね、ね78年の早生まれです。で、えっ、ー、と、で、これはユニックスなので、AT&T のオリジナルのユニックスのコードを含みます。だから、えっ、ー、と、ライセンス体系はまだこれ、 GPL のない時代の話だからすごい複雑です。いろんなレイセンスがあるんですね。GPL はある意味それを標準化したものの一つなんですね。だからぐちゃぐちゃなんで、しかもあのユニックス戦争とかあ,のあってですね、AT&T が訴え始めたとかいろいろあって、ゴダ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 ゴだゴして、なんながら開発してるんで、ライセンスの話もだんだん宣伝されてったという話です。で、その結果生まれたのがこれです。 で、で、その名の通り BSD のためのライセンスですということですね。で、いろいろなうちの中で生まれましたということです。で、GPL との違いで一番大事なのはこれです。コードの公開事務義務がありません。えー、作った人、BSD、ライセンス。で、ここ B さん、ライセンス受けました。で、また別の人に、 なんかこの,このコードを使った製品を売りましたと。バイナリー入れて売りましたと。ただら、えーと、ここはコードは見せなくていいんですね。権利主張できない。と、えー、いうことなんで、ここはコードを隠すことができるわけですね。でえー、とどっかで後でスライドに出てくるかもしれないですけど、これ非常に企業向きなんですね。 と、はい、いうことで、えっ、ー、と、Linux、今シェアすごいですけど、あの、組み込み機器とかゲーム機は BSD 使ってるところが結構あります。はい。コード出さなくていいんで、特にゲーム機なんてノウハウの塊なん出したくないですよね。なので、えっ、ー、と、BSD が使われてたりします。えー、で、で、 えっと、で、BSD ライセンスもうちょいちゃんと見てきますけど、えっ、ー、とですね、まず一番最初にできたやつですね。これもう今使われてないんですけど、ちょっと説明すると、えっ、ー、と、正式なもの、ウィキペディアにたどりありますけど、まあ、こんなやつです。 でっ字ちっちゃいんで読めねえとか言っちゃいけないんですけど、ここになんかいろいろ条件が書いてあって、ここにあの面積事項ですね、コード、これ使ってもいいけど、なんかあっても俺責任取らないよって書いてあるんですね、あのそれ GPL でも一緒で、すそんなやってらんないですよね、自分で配ったコードで事故起こされてですね、お前責任取れって言われても、こっちは善意でやってんのにって、まあそういう話なんで、ないですよね。 で、まあ、こっちら、どのライセンスにもあるんですけどあの、こっちですね、大事なのは。で、ここに4つですね、あの、決まりが書いてあるんですね。なので、この、この廃止された古い BSD ライセンスは、4条項 BSD ライセンスと、えー、言われたりします。で、書いてあることなんですけど、これも、えっ、ー、と、何回も口酸っぱく言いますけど、こっちは正式なものは正式で、これは私の解釈なんで、飲みにしないでほしいんですけど、書いてあることは、まず1。 えとコピーライト、ライセンス全文、面積事項をちゃんと明記してください。まあ、要はだから、えーと、これをちゃんと、このファイルをちゃんと置きなさいと。まあ、そういうことですよねで。ここ著作権ちゃんと自分で入れて。ここ GPL と違って、ここはあの書いた人の著作権になります。はい、えー、GPL はここみんな FSF です。えー、とで、えー、と2番目で。コードを公開せず、バイナリー配布するときも、一応、 遵守ということで、バイナリー配るときもちゃんとコピーライトとかライセンス全文とか入れなさいよということですねで。次3番目、貢献者支援した団体等のリストをちゃんと明記してくださいと、コントリビューターの、えー、リストをちゃんとつけてくださいということですねで。4番目、逆に貢献者の名前をソフトウェアの宣伝に使わない。あの誰々が書いた あの、上田が書いたポンコツソフトとか、そういう宣伝はしないと。まあ、そういうことですね。で、えっ、ー、とですね、で、まあ、これはいいんですけど、実はいろいろと問題だという人は問題なんですね。ストールマンは不快な BSD 宣伝情報と言っているように、この3項目がも,ものすごい嫌がりました。えっ、ー、とで、これまあ、実用的な話ですると、これあの、ソフトウェアどんどんみんなで開始、あの、 改造していくとですね、こう、リストがものすごいことなんです。で、箱に全部名前書けって言われても書けねえよとか、製品の。そんなことが起こります。で、あとは、これはですね、GPL と矛盾してんじゃねえかっていう話があります。で、ちょっと細かいことはよくわかんないですけど、あの、これがあるおかげでですね、GPL のコードや BSD ライセンスのコードを混ぜられないと、非互換になってゃんですね。だから、えっ、ー、と、ま、非互換ってことは、この人が、 この人が BSD で渡したコードを、この人が今さっき BSD で渡してましたけど、えー、GPL、あ2段いらなかったかな。段あまり、あ、いっか、えー、と,、えー、と GPL でこれ渡すことがこれできないですね。これ3番目があると。矛盾するということで、えー、と非互換になっちゃうとことになります。 なので、えっ、ー、と、修正されました。で、これ修正 BSD ライセンスとか三条項 BSD ライセンスと言われますけど、これ OpenCV とかロスのライセンスです。えっ、ー、と、これですね。で、えっ、ー、と、まあ、これ文字ちっちゃいんで、まあ、ちゃんと読まないですけど、ここは帳簿3つになってますね。1、2、3、4って書いてあったら、これ3つになってますね。なので、これ三条項って言われています。はい。で、これで GPL と互換になりましたということですね。 えーまあ、例えば GPL のプロジェクトにロスのコードを混ぜて GPL で配布とかそういうこともできるようになりましたとです、ね。で、次、四、えー、番、で、さらにもっとフリーにしようということで、4番目の条項のないもの、まあ、別に宣伝してもいいよ、まあ、名誉毀損はダメだからそ、そのレベルでなら争いますよって、多分そういうことだと思うんですけど、こういうのもありました。で、これ、二条項 BSD ライセンスと言います。 1,2しかないですね。1,2しかありません。ということで、えっ、ー、と、実はこれ FreeBSD などで採用されているライセンスです。非常に緩いですね。コードを見せなくてもいい。だから、後見者だけしっかり書いて、ちゃんとライセンス、えー、明記してよっていうぐらいライセンスになってます。はい。 でさっきも言いましたけど、フリー BSD とかなんとか BSD、ネット BSD とかと Linux の競争っていうのは、実は、えっ、ー、と、ライセンスの話が深く関係しております。だから、みんな別に好きで、趣味で Linux 派だ、BSD 派だっていう人もまあいるんですけど、実は、えっ、ー、と、ライセンスで GPL だと企業使いにくいとか、えっ、ー、と、いや、それでもやっぱり、 ソフトウェアみんな見れる状態であるべきとか、結構そういうあの根深い話からこう、まあ、いろんな Linux、えー、と、いろんなユニックスがまだいろいろ並列してプロジェクトがあるっていうのは実はまあそういうところにあります。大体いい昔 BSD の集まりのところに参加させていただいたこともあるんですけど、だいたいみんなライセンスの話をしておりました。それぐらい大事なんですね。はい もちろん学科は気楽ですね。ロボット動いたわーいとかやってるんですけど、そしてあの人たちはもう一段深いところで、あの、政治的な話もちゃんと考えてやってるということです。はい。で、えっ、ー、と、で、今の BSD ライセンスはまあ、コピーレフトではないんですね。公開しなくていいんです。なので、えっ、ー、とまあ、そうですね。FSF はこう言ってあの非難してますね。 なんですけど、まあ、こういうのいっぱいあって BSD ライセンスとか、あと私よく使う MIT ライセンスですね。まあ、これ結構似てます。<laughs> すいません。えっ、ー、と、全文あるかな。これか。ここですね。まあ、こんなようなライセンスですけど、あのーまあ、二条項の BSD ライセンスに似てますかね。まあ、別物なんで違うものなんですけど、えっ、ー、と、面積 著作権とライセンスの表示の義務付けと、あと面積、事項があると。ライトのものです。あと、アパッチライセンスっていうのもあって、ここは私使ったことないんでよくわかんないですけど、あの、使用者がですね、特許ライセンス、これ特許は絡むときですね、特許のあるコードを、えっと、人に公開するときに、ライセンス付与する時にえときに、特許ライセンスも使わせてあげるよって付与してあげる。非常に優しいですね。こういうライセンスです。ただし、 これもですねこう不条件に無条件にこういうことをやっちゃうとです、ね、あの特許権を自分の問題、あい,やい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 や、えーと、ちょっと微妙なんであれなんですけどあのなんかこう穴があるんですね、えーと、穴があるんでちゃんと塞いであって、えー、とこれ面白いですね、他をこれライセンスを受けた方は他の人をその権に関して特許侵害で訴えると、ライセンスが自動的になくなりますと。 えとこういうものですね。はい。だから、えっ、ー、と、ライセンスもらった方は、それを盾に特許侵害とか裁判を起こすと、そのライセンスは自動的になくなると。すなわち、特許侵害の訴訟自体が無効化されると。まあ、こういう工夫がされてます。はい。毒まんですね。はい。まあ、こんな感じですね。で、えー、っていうことです。で、こいつらのライセンスは、まあ、大体、 まあちゃんとあの正式なもんを読んでちゃんとやらなきゃいけないんですけど、大体は、えっと、ライセンスというファイルをソフトウェアに一緒に入れます。で、GitHub のリポジトリなら一番上に置いておきます。ライセンスですね。えっ、ー、と、で、これは GPL のコピーングとは違います。えっ、ー、と、名前が違います。コピーングじゃなくて、これはライセンスです。なんかあるかない ?MIT。えっ、ー、と、じゃあ、私の、私の、えっ、ー、と、 出てこない。私の、これ、私の作ったシェルですけど、えっ、ー、と、ライセンスです、ね、その MIT ライセンスということで、まあ、こんな感じでちゃんと置くということですね。はい。で、であとは、ドキュメントやコードに著作権とライセンスの種類を書いてくださいというのは GPL と一緒です。はい。 デバイスドライバーにですね、間違って MIT ライセンスって書いてあって、あのコードの一番上も MIT ライセンスってなってて、でも中見たらマクロに GPL って書いてある課題の提出たまにあるんですけど、なんでそうなのかよくわかんないですけど、よく考えてやってくださいね。意味わかんないですよね。はい。で、えっと、さっきの LinuxBSD の話じゃないんですけど、あのソフトウェアの世界って、だからこう、法律とかあと、 あといろんな考え方が結構衝突しがちで、あの、用語一つとっても非常に微妙なものがあります。まあその一つの紹介なんですけど、あの、フリーソフトウェアっていう言葉がありますね。もう一つ似たような言葉にオープンソースソフトウェアってあります。えっ、ー、と、で、これ使い分けとっても慎重になる必要があります。はい。で、まあ、ソフトウェアの人は言わずもがななんですけど、まあ我々ロボット屋なんであの知らずにですね、これ混同しちゃったりするんですけど、 えまずフリーソフトウェアって言った場合は、これ FSF の主張に沿った文脈で使う用語です。だからコピーレフトとか GPL 周辺のソフトウェアのことはフリーソフトウェアと言っていいかなと思います。で、次。例えばオープンソースソフトウェアってほとんど意味一緒だと思うんですけど、これはだから、これ嫌がってこの言葉ができたで、ね。でこれオープンソースイニシアチブって団体があるんですけど、まあ、この、そうですね、ここですね。 この団体なんですけど、この団体が使う言葉ですね、主張に沿った文脈で使う用語ですね。まあ、こっちはビジネス寄りかなと言えます。なので、使い分けてください。うかつに使わない。とい,いうことですね。こちらみたいにロボット動いた万歳じゃないんで、気をつけましょうということですね。はい あと、これは、えっ、ー、と、ライセンスの補足ですけど、あのー、商用ライセンスの話全然してないですよね。あのー、今までのライセンスの話は人に行動を見てもらうためのライセンスで、別に隠して売ったっていいわけですよね。あんな自由ですから。あの、その主義主張には従う必要は全然なくて、私も別にそれ信奉者ではないんで、あの、これもちゃんと話しますけど、売りたいときのライセンスですね。で、こう、売りたいときのライセンスは、まあ、自分で勝手に作っていいわけですね。法律に合うように。 人にコード見せたら1億円ちょうだいとか書いてもいいわけですよね。だからいろんなライセンスがあります。で、えー、とで商用ライセンスが、えー、適用されたソフトウェアのことをですね、特にあの、そうですねあの、オープンソースの方面からとか、フリソフトウェアの方面からはプロプライエタリーソフトウェアと言われます。よく Linux 使っててたまにこれ出てきます、言葉。 これ何かっていうと、商用ライセンスの知的所有権が保有されて、使用者が責任を受けるソフトのことを言います。まあ、マイクロソフト社の OS やオフィススイート、そうですね。あとは n i d i a のデバイ。<laughs> 会社目、出ちゃってるんじゃないえ。<laughs> は、プロプライエタリーですね。はい。はい。リナスさん、怒ってたと。今は知らんと。えー、いうことですね。で、で、でこれは、あの、 GPL と混ぜたりすると、あのバ発はしないですけど、いろいろまずいんですけど、一、まあ、つ押さえとかなきゃいけないのは、これ、使用者は別にあのこれ自由に使ってよくて、リラックス上で動かしたりつっても、別に GPL 違反だとかそういうことにはなりません。だから、再配布しなければいい、再販布しなければいいので、えー、とそこはあのライセンスとは関係ないですね。ただ、こっちの決まりは、ちゃんと守らなきゃいけないということになります。はい。で、商用ライセンスのは、今言ったように所有者でしょう。 所有権者が決めるのでいろんなのがあります。で通常は使用者が行動を見られないようになっております。ですね、はい。えー、で、で、ライセンスの選択の話もしないといけない。自分でコード作りました。じゃあ、どれ選びますかということですね。そうですね。どうせならやっぱりあの商用ライセンスで大金儲けしてもらいたいなって、あの学生さんにはちょっと思ったりするんですけど、ます、あ。難しいですよね。 じゃあ、どのライセンス選びましょうかってう話になるんですけど、えっ、ー、とですね、一つ押さえとかなきゃいけないのは、何がいいかの前に、えっとですね、同じ自分で作ったソフトウェアを別にあの A さんには GPL、B さんには MIT とかやっていいんですよ。なんでかっていうと、著作権が、所有権がある人間があの使わせる権利ですから、じゃあ、お前はこの気前で使え、お前はこの気前で使えっていうふうにやってもいいわけです。もうちょっと勘違いしないようにしましょう。はい。 で、あとは、えっ、ー、と、逆に、えっ、ー、と使、使両方のライセンス提示して、使用者に選ばせることも可能で、これのことをデュアルライセンスと言います。例えば、これ、MySQL の例ですけど、これちょっと表示できないんですけど、MySQL ってデータベースがありますけど、えっ、ー、とですね、これ、あの、再配布してもいいんですけど、自分で改造してですね、再配布していいんですけど、その場合は GPL を使ってくださいとそうとですね。 で、えっ、ー、と、で、自分で改造して、なんか、売りたければ、もう一つライセンスが用意されていて、商用ライセンスを選択してください。まあ、こういう仕掛けになっていたりもします。はい。えっ、ー、と、こういう工夫もありますね。はい。えと、ー、いうことです。で、もう一つ気をつけなきゃいけないのは、えっ、ー、と、で、まあ、今、あんまりゼロから、 ソフトウェア書くってことないので、ライブラリとか使えますけど、そういうのがちゃんとライセンスで守られてたりするんで、あのそれと矛盾しないライセンスを選ばなきゃいけないよっていうことは一言言っておきます。で、どのライセンス選ぶかなんですけど、そんなことはケースバイケースです。自分にとって最良の方法を選んでください。以上ということですね。はい。で、これで、えー、とソフトウェアライセンスの話は終わりです。えっ、ー、と、どうしようかな。 まあそのままいきましょうか。で、次、えっ、ー、と、これの話します。クリエイティブ・コモンズですね。これは、皆さん、よく耳にすると思うんですけど、あのー、以下を目的とした国際プロジェクト非営利団体です、す、えー、何を目的とするか、えー、著作物を、著作権を守りながら人に使ってもらえないかと。こういうことを模索してるんですね。 えっと、で、オールライト、リザーブド以外の方法を模索ということですね。今は、だから誰か作品使って二次創作したければ、その人に連絡取って許可もらわないといけないんですけど、もうちょい円滑にできないかということですね。えー、で、だからこれソフトウェアライセンスと発想が全く一緒なんですけど、えっ、ー、と、ただ、あの、一違うのは、こっちはあの作品ですね。漫画とか絵とか。 文章とかですけど、これコードじゃないので、使って事故を起こすとか、そういう面積事故がないは考えなくていいんで、ちょっと守備範囲が違うんですね。だから、えー、とソフトウェアライセンスではないところを、まあ、これが、えー、とやってるということになります。で、クリエでこの団体、何してるかって、具体的に何してるかっていうと、クリエイティブコモンズライセンスというものを、えー、策定して管理しております。 えっと、で、マーク、コモンズ賞、リーガルコード、メタデータと、なんじゃいですねってなるんですけど、えっ、ー、と、これを提供してます。まあ、先見せますね。えっ、ー、と、どれだクリエイティブコモンズ。これか。えっ、ー、と、これですね。クリエイティブコモンまあ、このマークはよく見ると思うんですけど、そうですね。あの、これですね。これ。これが何でしたっけマーク、マークですね。えー これが何でしたっけもう <laughs> 寄付しろですって。こういう,なんかこう条文とか、こういうのを意識を用意しているということですね。あと、ライセンスじゃないんですけど、パブリックドメインですね。著作権法規のようなものについてもいろいろ取り決めをしております。著作者が損しないようにということで、いろいろ決まりを整備してくれているということですね。 でクリエイティブ・コモンズ・ライセンス、具体的に見ていきますけど、まあ、略して CC ・ライセンスと呼ばれます。で以下の条件で、組み合わせで著作者が発行するものです。えっ、ー、と、で、ちょっと見ていきましょう。えっ、ー、と、見たことあると思います。これですね。これ。これ。でこれなんかいろいろ記号ありますね。これ読み方皆さん知ってますか、まあ、なんとなく絵で見てわかるかもしれないんですけど、えっ、ー、とですね、この絵の読み方ですけど、 えー、以下の条件の組み合わせで著作者が発行します。えー、とまず、倍ですね。表示。リトン倍とかいうことですね。で著作権者の表示。で、ライセンスへのリンク。で、健康がある場合の説明ですね。これをちゃんと表示しなさいというのが条件ですね。で、これの条件で、えー、と再配布可能とするのが、これですね。CC の倍ですね。これ。 こううしたらどうなんです、ねはい、あなたは以下の条件に従う限り自由にどのような、えー、っと再配布できますリミックスしたり改変したりできます営利団体を含む営利も含めどのような目的でもということですね、はい、で面白いのはあなたがライセンスの条件に従っている限り許諾者がこれらの自由を取り消すことはできませんこれ使う人の権利ですね、まあ、こう守られているということになります であとはですねあの、他にも条件あって、継承オア改変禁止オア条件なしですね。えー、とまず継承、シェアアライク、つまり改変時、貢献部分に同じライセンスを、だっけそうだっけえっ、ー、と、あ、そうですね。えっ、ー、と、これちょっとあの持ってきていじった時も、えー、ときも、同じライセンスを適用してください。GPL に入ってますね。あと改変禁止、これはもういじっちゃダメよということですね。だからこれが、継承が、 シェアアライクが sa で、改変禁止は nd というマークをついています。これですね。これは cc by の nd ですね。これは改変できません。改変っていう言葉はこっちにないですね。で、sa, by、えー、の sa ですね。えっ、ー、と、これ面白いですね。コピーレフトのマークついてますけど、だから、改変したりしていいよっていうのはこれです。はい。あ、改変して同じふうに。 えーまあ、同じライセンスで配ってください。もしあなたがこの資料をリミックスしたり改変したり加工した場合には、あなたはあなたの語源部分の元の作品と同じライセンスの元に反復しなければなりませんということになります。あとは非営利条件なしですね。ノンコマーシャル NC ってマークがついていることがあります。 これはだからドルマークに禁止ですから、まあ、商用で使うなと。まあ、そういうことですね。と、えー、いうことになります。はい、で、考えると、あのー、これ可能な組み合わせって限られてて、あのー、この6種類になります。これちょっとよく考えてみてください。例えば、SA と ND は同時にはつかないですよね。っていうようなことです。はいえー、で、6通りがあります。はい あとバージョン、これ4.0とか3.0あるんで、これもまた細かいんですけど、間違いはありますよということですね。はい。で、CC ライセンスの発行ですけど、実はこれ今、ウェブサイトとかほとんどクリエイティブコモンズが全部ですね。クリエイティブコモンズ、まあ、GitHub とかまあ私のこれページだからいいと思うんですけど、あの、これのページってみんなこう下にだからクリエイティブコモンズ表示4.0とか、そうですね。FSF も使ってますね。あの、文章も。 えっと、そうですね、クリエイティブコモンズ m o n by ND 4.0、ね、っていうふうに全部クリエイティブコモンズなんで、えー、っと、だからこのスライドとかこのビデオも全部クリエイティブコモンズ本当はしないといけないんで、あのちゃんと手続き取るつもりではいますけど、なかなか難しいですよね。これみんな違うんで、ライセンス、これ全部矛盾せずにだっけ。 いけんのかって今ちょっと心配になってるんですけど、まあ難しいですよね。えーとまあ、あとあの、フェアユースとか、まあそういう言葉もあるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、えっ、ー、と、一応ちゃんとライセンス発行しないといけません。手続きは著作物にマークをつけます。今年のこれのスライドついてないですけど、去年のスライドはちゃんとついてます、ね。あの、マークをつける。あのこう、こういうマークをつけると。で、あとコモンズ賞へのリンク。コモンズ賞が確か、だから、 こださっき見たやつですね。えっと、はい。ここですね。こ,これですね。これのリンクをちゃんとマークをしたらつけろよと。で、えっと、で、これで OK ということになります。はい。あとはちゃんと著作者の名前を書くとか。 ありますねちょ,っとちょっとこれ雑かもしれないです。ちゃんとあの、まあ、大体ページを正式なのちゃんと書いてありますから、あのそれを読めということになる。責任投げちゃいます。ごめんなさいで。あとですね、クラウドサービスにはプルダウンメニューで選べるようになっているものもあると。GitHub とか最初にライセンス選びますね。ねリポジトリを作るときにで。決まってなきゃあとが間に合って手動でやればいいんですけど、えっと、最初から選べるものもあります。スライドシェアとスライドアあの。ああの インターネットにアップするサイドもありますけど、それも、そっちは著作物だから、クリエイティブコモンズのやつが選べたりします。はい。で、えっ、ー、と、そうですね。で、さっきも言ったようにソフトウェアの場合は面積事項がいります。だから、ソフトウェアのライセンスをちゃんと使いましょう。とうとですよね。はい。で、えっ、ー、と、あとは、じゃあ、今これ勉強したのをどうしましょうっていう話ですけど、 どう利用していこうかっていう話ですけど、えー、とまず一つ、既存のソフトウェア、著作物の利用ですね。えー、我々は、まあ、ロス使うときなんか典型的にそうですけど、いろんな人の作ったものを使わなきゃいけないし、著作物の利用っていう、まあそうですね、いろんなものを使わなきゃいけませんということですね。えー、で、まあ、これはですね、まあ、積極的にやったほうがいいですね。ライセンスや著作権の仕組みを理解して責任を持って積極的に 何でも怖いからフルスクラッチとかいうのはちょっとや,やめた方がいいですね。ちゃんとあの、ま、正面から決ま、えー、りを守って、えー、役立てるべきだと思います。はい、でロシアオープンシブを使いこなして GitHub にライセンス表示して公開するとです、ね。あとはレポートにクリエイティブコモンズの写真や絵を使用して必要なクレジットを書くということですね。自分で写真撮らないと汎用的な写真。 どっちかもゼロから作るより大幅に時短になりますし、ここら辺ですね、ロスとかオープン CV とか、あとはフリー素材ですね、クリエイティブコモンズ。ウィキペディアも時にはそうですね、作るよりまあ完成度も高くなります。で、まあ、あとそうですね、大学だとウィキペディアの引用ばっかりだと、なんか嫌がる人もいるかもしれない先生もいると思うんですけど、ここら辺のこと、 有用ですね。は企業に行くと非常に重要です。で大学はやっぱりですねあの、オリジナリティの追求に価値がすごくあるんで、新しいことやることに価値があるんで、あのこれ組み合わせてどんないろんなことできてもですね、それ新しいのって言われるんで、こう組み合わせた上で、なんか自分のオリジナルなことをやるのが先ですね。で企業もまあそうなんですけどあの、ちゃんと労働しなきゃいけないので、あの 企業の場合はですね、こ組み合わせてちゃんと動くようにしてて、動かせるようになりましたということに価値があるので、あのもしできるんだったら、人の作ったものばっかりちゃんと権利関係解決して使うのが正義です。もう自分でやらない、例えばあの人件費高いんで、年1000万で買われてるわけですから、あのー、1000万円ですよ。 えー、1000万の経費入れて1000万ですよ、どんな、だから20代半ばでも、年収1000万なくても、ですね会社には1000万円ぐらいで買い上げられちゃってるんで、そこはちゃんとあの自分の人件費は考えなきゃいけないなと思います、ただまあ、本当に会社に利益もたらすのはこっちですけどね、ちゃんとあの人のやってないことやって大金を入れるというのは大事ですけど、ちゃんと労働もしなきゃいけないので、えー、と人のものはちゃんと適切に使おうと。 なので、じゃあ使わないときってどういうときかっていうと、まあ、私からは、これは私の意見ですね、あの勉強目的ですね。だからアルゴリズムとかはライブ、人のライブラリー使っててもやっぱり分からないので、自分で書いてみたほうがいいので、それはちゃんと自分で書かなきゃいかんかなと、えー。自分で書かなきゃいかんかなじゃなくて、自分で書きたくなったら書いていいよと。書いたら分かるよということですね。は,いであとは オリリジナリティの追求ですねだから既存のソフトウェアとかと違う何かを可能にするときはそれは人のもん使わないっていう選択肢もあります。で大学とか特にそうですけどオリジナリティがないものは他人にとっても意味ですので人のものを組み合わせただけだとそんな評価はされないですよと。でデバドラの課題もそこは見てますんでオリジナリティをちゃんと発揮してください高い点になります。 あとそれをちゃんとどこがオリジナルかちゃんと書いてくださいね。で、えっ、ー、と、まあ、だからまあ、後来は研究活動と同じですね。だから、我々は単に組み合わせる、組み合わせるスキルもありつつ、自分でこう、なんか、作って突破するっていう技術も必要になっています。はい。どのレベルでも戦えなきゃいけないということですね。であとは、ライセンスや費用、入手制の関係でやむなくて、書き直、自分で書くということですね。機能だけクローンする。まあ、だから、リラックスもまあ、そうですよね。ユニックスがガチャガチャしてるときに1から。 作って、ガーッとシェア取ったというものです。まあ、こういうものは結構世の中にあります。Git とかもそうですね。Git はトバル・リーナスさんが、あの、企業から金請求されて、やむなく自分で作ったんですね。バージョン管理システムを使ってたのを金をよこせやつって言われて、自分で書くやつって2週間で書いたのが Git です、はい。えー、で、えっ、ー、と、で、もう一つ難しい問題突っ込んできますけど、えっ、ー、と、よくレポートで、 映すなと。Wikipedia 映すなとか、まあいろいろ怒られますけど、ここらの先利用の話どうなのっていう話も回したけど、どんどんロボ,ロボットシステム学なんですけどね。まあ、大事なんで。えー、っと、で、今日の講義内容を考えると、そんなに悪いことかっるうとあの、結局これです。ルールを守れば OK です。はい。ルールを守ればですね。えー、っと、で、ただ、あの、そうですね。だから、 よくあるのが、これ、先生がなんとなく、再利用したら怒りそうだから、やめとこうっていうのは、まあ、どうでしょうね。子どもを、それはまあ一種の防衛手段ではありますけど、あのまあ、学級委員長みたいな感じですね。先生が駄目って言ってるから駄目なんだよっていうのは子どもですね。ちゃんと法律とか、そこら辺の内容を考えて、 判断すするのが大人で,すで先生側はあまり分かってない場合があるんで、まあ、注意はしなきゃいけないんですけど、あのー、まあそうですね、えー、ちょっと教室、大学だとどうもこうなんか先生の言ったことは絶対みたいなことになっちゃうんで、良くないなと思ってます。はいえーそうですね、例えば、そうですね、1つ例出すと,、えー、と、デバイスドライバーの課題は別に私の 書いた GPL のものを持ってきても大丈夫です。<laughs> 言い切りますけど、そんな大丈夫に決まってますよね。だって GPL なんですよ。で、ただ、あのー、そうですね。ただ、まあ、だっていう場合もあって、で、まあ、一番ダメなことです。当たり前なんですけど、何の引用もなく、どこから持ってきたかも書いてなくて、コッペすると、これ、標説です。盗みです。著作権侵害で犯罪です。で、友達同士でもやらないほうがいいです。例えば、友達にレポートを写してもらったと。 私受け取りますそうした時にどっちが古いとか新しいとか分かんないですよねどっちがオリジナルか。で、えーっとまあ、大体はその写したやつの方が悪いって解釈になるんですけどでもよく考えてみると何のこう権利も主張せずに写させた方はどうなのっていう話になりますよねだから、まあ、私とかは面倒くさいつうのもあるんですけど両方0点にしますねそういうの見つけたら。 ささせた方も写させたた方方もです盗み見されて、写されたっていうんだったら、それちゃんと主張すれば、あのちょっとあのあそうなのっていう話になって、じゃあこいつが悪いねって話になりますけど、まあ、何もなければ両方悪いということになります。で、えー、とであとはまあ講義の場合はですね、何でもウィキペディアからの引用していいかと言ったそれもそうどうかなっていう,う話で、あのやっぱこれですね、学習効果がないと、 これ、善学以前の問題ですね。こいつ勉強してないなと思えば、レポートを0点にできますので、これ、いいとか悪いとかじゃないです。ちゃんと学習効果をアピールしないと,、えー、と、レポートの意味がないので、それはそういう意味で0点になります。だから、何を期待されるのかちゃんと考えましょうねっていうところはまあ大事かなと思います。うん、はい。で、えっ、ー、と、で、だから、例えば、だから、Wikipedia からコピーするときは、ちゃんとさっき言ったようにクリエイティブコモンズであるとか、そういうのをしっかり整備して、で、それをコピーする、 たるそうじゃなかったらちゃんと自分の言葉で書きましょうということになりますね。であと、ウィキペディア調べたらちゃんと引用にウィキペディアとちゃんと書くと。まあ、これはまあ当たり前ですね。すかこのスライドちゃんと書いてないような気がするんで、あんまり言ってるとどうなるかなと思うんですけど、まあそうですね。自分がもともと知ってきたことも必ずどっかで読んでるはずだから、ちょっと正式は難しいんですけど。 なるべくちゃんと引用をしっかり書くということですね。引用をちゃんと用いてくださいと。引用の方法はネットにもいっぱい解説ありますし、論文いっぱい読んでれば引用あるんで、ああ、こういうふうに引くんだなってのは分かるはずですで。文献の場合はですね、その元の文献のフレーズをこう持ってきて20、二重、ダブルコーテーションで囲って、彼はこんなことを言ったとかありますけど、理系の場合はあ,のあんまりうう言い回しとか関係ないんで、あの引用元の文は基本的に キペしない引用,し引用のマークがあってもあの、ちゃんと自分の言葉で言い換えて、この研究では何々ということがされているというふうに、ちゃんと書くのが、まあ、普通です。はい。ということですね。はい、ちょっと、まあ、ご来の話ではすごい議論の余地ありますね。私が今ここでしゃべったことを、あの今即興でしゃべってるわけですから、なんか、うん、それおかしくないのっていう話はあると思うんですけど、まあ、そういうのはまあ別に続きはウェブでとトことですね。<laughs> Twitter でもいいし、Slack でもいいかなと思います。 はい、ということで、ま,あ、まとめです。で、まあ、あの素人がしゃべってましたけど、えっ、ー、と、オープンソースのライセンスとか、クリエイティブコモンズライセンスというのは、まあ、どういうものかぐらいは、えー、分かったかなと思います。あとは皆さんが自分でちゃんと調べて適用するということですね。で、2つとも、えっ、ー、と、作った人が著作権を保ったまま他の人が作ったものを便利に使う仕組みでありました。で、積極的に使いこなす重要性は増しております。 使いこなさないのは多分不可避でしょう。非常にそこら辺は詳しくならないといけないと。機械いじりだけしたいんだっていうわけにはいかんということですね。あとは既存のものを作り直すときは、まあ、基本は趣味か勉強ですよっていうのは一つ釘を刺しておきます。大変こういうのを喜ぶ、まあ、先生もいるかもしれないんですけど、やっぱりあるものはちゃんと使うと。それは 先に作った人へのその経緯でもありますで。ただ、あの、あれですね。でも他になんかオリジナリティ出したいとか、あの別の理由があるんだったら、自分で書いてもいいかなと思います。まあ、勉強のためなら当然自分でゴリゴリ書くのはいいかなと思います。はい、ということですね。で、まあ、授業の内容はまあ大体これぐらいであ、1時間半に収まりましたね。まあ、あとは課題ですね。 あの7回のデバドラは、これ、ライセンスの話を聞いたわけですから、そこら辺、しっかり整備してください。もうこっちの方重要ですね。ライセンスの整備が課題の糸、えー、の半分ぐらいはありますので、これをしっかりやってください。で他の講義で、まあそうですね、設計政策論さんとかでコードを公開しながらやっている場合も、ライセンスをしっかり確認して、えー、必要なライセンスの表示をしてください。はいということで、1時間半、お疲れ様でした。終わり ます